Join Nintendo Hall with a tier 1 sub, 2 or 3, for exclusive videos, badges and more. What are you waiting for? Click on that button.ゼルダの伝説最新作、主人公はリンクに命を救われたゼルダ姫。ゼルダの伝説知恵の借り物、舞台は豊かな自然が織りなす大地ハイラル。大きな平原の中心にハイラル城があり、周りには城下町が築かれています。地続きに広がる世界には砂漠やジャングル、火山など特色あるさまざまな地域が存在し、その地に根ざした種族たちが暮らしています。そんなハイラルの各地に発生した謎の裂け目、ゼルダ姫の父であるハイラル王やリンクまでも飲み込まれて消えてしまいました。残されたゼルダ姫は妖精トリーと出会い、不思議な杖を授かって世界を救うための冒険に出発します。世界にあるものをお借りして作り出す借り物の力、一度お借りしたものはいつでも作り出せます。ベッドなどのものだけでなく、魔物たちもお借りでき、作り出せば心強い味方に。借り物にはたくさんの種類があり、使い道も様々。いろんな借り物を使って、時には道を切り開き、時には戦いながらハイラルを駆け巡ります。そしてトリーから授かったもう一つの力、真空。進行するとゼルダ姫の動きに合わせて物を動かすことができます。さらに動くものに真空すれば、相手に合わせてゼルダ姫を動かすことも可能。自分が動くか相手の動きに合わせるか、アイデア次第でいろんな使い方ができます。借り物や真空以外にも冒険を助けてくれる様々な力があります。力を組み合わせることで思いがけない戦略が見つかるかもしれません。知恵を生かして立ち向かう、それがゼルダ姫の冒険です。ハイラルの各地で待つたくさんの出会い、中には大小さまざまな悩みを抱えている人も。彼らの悩みは冒険手帳でいつでも確認できます。解決してあげると物語が進んだり、特別なアイテムをもらえるなど、いいことがあるかもしれません。旅に役立つものもいろいろ、馬に乗って駆け巡ったり、集めた素材でスムージーを作ったり、アクセサリーや服を手に入れて能力や見た目を変えることもできます。飲み込まれた人を助けるために裂け目の中へ足を踏み入れると、そこに広がるのは無の世界。ゼルダ姫はこの世界の奥深くを目指して、いびつに浮かぶ足場を借り物の力で乗り越えていきます。たどり着いた世界の奥で待ち受けるのは広大なダンジョン。魔物の群れや謎と仕掛けに借り物と知恵を駆使して挑み、解き明かした先には手強いボスが立ちはだかります。どのように戦うのかは自由、持てる力を出し尽くして難敵に立ち向かいます。無の世界には各地の裂け目から入ることができ、場所によって特徴が異なります。様々なダンジョンで待ち受ける謎に挑む、リ
リンクも王も失った世界の命運はゼルダ姫に託されています。世界を救うためにハイラルを駆ける旅、これはゼルダ姫にしかできない新たな冒険。ゼルダの伝説、知恵の借り物。勇者リンクよ、ゼルダ姫を救い出すのだ。って、あれ？ゼルダ姫が主人公？裂け目に飲み込まれた人々を解放するためにゼルダ自ら冒険の旅へ。勇者を失った世界で姫が平和を取り戻す。任天堂スイッチ、ゼルダの伝説、知恵の借り物。スイッチライトも同時発売。ゼルダ姫の冒険が始まる。あ、魔物、ちょっとお邪魔して壺を借りて、肉も借りて、ついでに鳥もお借りしちゃおう。肉でおびき寄せて、そーっと、あ、やばい、追ってきた、危ない。ふう、この子も借りててよかった。何を借りてどう使うかは自分次第。任天堂スイッチ、ゼルダの伝説、知恵の借り物。スイッチライトも同時発売。